疲れ様です。パーソナリティのみかんです。今日も動画を見ていただきありがとうございます。さて、今回のテーマは？最強の軍事力を持つ国はどこ？をお送りします。さて、日本の防衛費は決して十分とは言えません。にもかかわらず、現在の水準まで防衛力を高めることができたのは、ひとえにアメリカとの同盟と日本独自の技術力の高さによるもの。日本人は独自の技術と海外の技術を組み合わせて、より良いものを作り上げることにかけては、他のどの国の人たちよりも長けています。兵器を輸入するときでも、買ってきたものをただ使うのではなく、自身の独自の技術と組み合わせて、大幅に性能を向上させ、そればかりか、改良に改良を重ねて、全く新しいものを開発する。これが、日本のお家芸とも言われる魔改造です。現状に満足せず、高い要求水準で常により、高品質なものを追求し、新しいものを生み出そうとするのは、日本人の特有の気質です。とりわけ、日本の潜水艦は、静粛性に優れており、C 国は、潜水艦黒潮を探知することができませんでした。これも、日本の技術力の高さを示す一例でしょう。それでは、ちょっと面白そうな記事を見つけたので、紹介します。米国から見た日本の軍事力に対する評価です。日本の軍事力のレベルをどう見るかという点については、当の日本国内でも、いろいろと意見が分かれています。日本の軍事力は強大になりすぎた、と警戒心を抱く向きもありますが、その反対に、この程度ではまだまだ足りないと不安視する声もあります。ちなみに、私は、もっと防衛費をかけて軍備を整えてほしい派です。では、そうした今の日本の軍事力について、海外の人たちはどのように見ているんでしょうか？何かにつけて日本を敵視するアジアの隣国は、日本の防衛努力をハンデをしたように軍国主義的だと決めつけるばかりなので、彼らの見方は的確な評価とは言えません。それでは、かつては日本と戦火を交えたものの、今や同盟国となったアメリカは、どう見ているのでしょうか。アメリカ陸軍指揮幕僚大学 CGSC のジョン・T・キューン教授は、自衛隊は、装備の点でも、将官の指揮能力の点でも、世界的に極めて高い水準にあり、パイロットにしろ軍艦にしろ、日本は、どんな相手にも引けを取らないと評価してくれています。キューン教授によれば、海上自衛隊は、世界の海軍ランキングでも5位以内に入る戦力を持ち、しかも日本はこれを他国の何分の1かのわずかな予算で実現したと言います。キューン教授の指摘を裏付ける例としては、近年台頭してきた C 国海軍に、すでに数量的には圧倒されている日本が、未だ優位を保っているとされる潜水艦の技術が挙げられます。これは、総量型をはじめとする潜水艦自体の性能の高さももちろんですが、 C 国海軍の潜水艦を封じ込める追戦哨戒能力の高さからも実感できることです。建造コストで言えば、最新型の双竜型12番艦東竜でも約690億円程度。従来の鉛蓄電池からリチウムイオン電池に移行したことによってコストが上がりましたが、それでもまだ比較的低コストに抑えられています。隣国の潜水艦と比較してみると、同じ通常動力型で、サイズもほぼ似たような艦容でも、最新型の潜水艦の建造費は1000億円以上と報じられているので、日本の海事のコストパフォーマンスの高さは明らかです。また、防衛及び国家安全保障分野の専門家の会の溝上氏は、日本とアメリカとの関係は、イギリスのそれよりも緊密だとする旨の見解を示しました。その上で、カイロ溝上氏は、日本が現在のような軍事強国となったのは、アメリカとの強固な同盟関係によるものだとし、その大きな要因として、日米安保条約以降の同盟関係の強化を挙げています。日本の現政権は、憲法改正によって、自衛隊の活動拡大を進めようとしているようですが、アメリカの一部からは、他ならぬ専守防衛こそが、
日本の軍事力を高めたという意見も出ています。つまり第二次世界大戦後、日本がここまで軍事力を向上することができたのは、平和憲法の下で専守防衛に徹して、いわゆる攻撃型戦力の保有のために予算を割かず、その分防衛力の強化に専念したからではないかという逆説的な見方です。でもこの指摘に疑問を感じる人は少なくないんじゃないでしょうか。防御用の装備だけに注力してきたことが軍事力向上の要因だというのは、いささか的外れに思えます。今の状況で地国海軍に対して日本の切り札となるのが潜水艦であることは言うまでもありませんが、この潜水艦も魚雷という攻撃用の装備がなければ役に立たないからです。もし仮に地国海軍の潜水艦が日本と同じような潜水艦だったとしたらどうでしょうか。日本の潜水艦は対地攻撃用のミサイルなどは搭載していません。つまり海中に身を潜めているだけで自らは攻撃してこないわけですから、そもそも対処する必要がありません。また大型原子力空母を中核とする空母打撃群はアメリカ海軍の中心戦力であり、その攻撃力は絶大ですが、多くの国が空母を持たないのは空母を運用するために必要な予算や技術がないためです。以上の点を考え合わせると、憲法による制約が反対に日本の戦力を強化したという見方は論理に合わないと思います。また一方で先に挙げたジョン・T・キューン教授は日本企業の技術習得の潜在能力を高く評価しています。例えば F-35 ライトニング2などの戦闘機の性能を格段に向上させる可能性を挙げています。日本の技術力に対するこうした評価はありがたいことですが、すでに戦闘機開発が費用の面から考えて一国では難しいことや、日本が純国産戦闘機開発のノウハウを現時点ではまだ持っていないことを考慮すると、残念ながら過大評価感があります。アメリカ軍が強力な兵器を開発し保有できているのはもちろんその豊富な軍事予算のおかげもありますが、世界各地で実戦経験を重ねて蓄積したノウハウが大きな比重を占めているんじゃないでしょうか。特に気になるのは近代兵器は各種の電子機器類の連携がなければその効力を十分発揮できないという点です。こうした分野で日本が優位に立つことは現在の状況からはまだ非常に難しいと言わざるを得ません。今では AI を搭載した無人兵器が航空機や潜水艦の分野にも登場してきています。こうした現状を考えれば日本の防衛力について楽観視することは危険です。イージス護衛艦やイージスアショアの配備によって北朝鮮の弾道ミサイルに対する防衛力を充実させることも重要ですが、極超音速ミサイルを含むあらゆる種類のミサイルを迎撃するための新しいシステムを一刻も早く構築しなければなりません。潜水艦は日本の防衛に重要な役割を担っていますが、その潜水艦群の守りも飽和攻撃で破られる可能性が高まっています。こうした状況の中、有効な抑止力の増強を怠ることは決して許されないでしょう。さて日本の軍事力について海外から多くの声が届いています。ここでその声の一部を紹介していきます。海外の反応。警告人だけど日本はとても強力な海軍を持ってると思う。でも警告は地上戦だったらかなり強いと思うな。それと日本は実質他国を攻撃する能力を持ってないに等しいんだよね。日本の軍事力は防衛だけに特化してるから。日本の軍事力が防衛にだけ傾いてるのは少し問題だと思う。もちろんアメリカとの同盟でバランスをとっているんだろうけど、いざ戦争ってなった時に他国を攻撃できる手段を持ってないのは厳しいと思うんだよね。攻撃は最大の防御という言葉もあるくらいだしさ。そもそも日本が急速に近代化して軍事大国になったのは
欧米列強の植民地支配になるのを恐れたのが始まり、アジアの国々が西洋の植民地になりまくってて、日本はずっと危機感を持ってた。日本は侵略されないためにも、ロシアやアメリカやイギリスやオランダなどに対抗できるように、近代化と軍事力の増強をものすごい勢いで急いだんだよ。だからこそ、日本はロシアとの戦争でも勝てたし、アジアを征服することもできたってわけだ。俺は、アメリカが日本を見捨てるなんて、ことが絶対に起きないことを祈ってる。だって、そんなことして、もし、日本と C 国が同盟を結んじゃったら、相当にヤバいから。日本のハイテク技術と C 国の軍事力が合わさるのは、絶対に避けなければならない。日本は、軍事力を全く持ってないわけではなくて、自己防衛のための、軍をちゃんと持ってるし、持てることになってる。それに、日本は、なんだかんだ言って、世界有数の海軍力、海上自衛隊を持ってるし、島国だという防衛上の利点があるのと、さらにはアメリカとの同盟もある。それらを考慮すると、自衛のためには、十分な力がすでにあるわけで、これ以上何を望むんだろうか？というのもある。それと、日本では、憲法改正について語るのは、かなりシビアな問題でもあって、下手をすると政治家生命が終わる可能性もある。俺は、アメリカ軍人で、日本の厚木基地に6ヶ月いたことがあるんだ。彼らと P3C や SH-60J などで、一緒に訓練をしたり、恩を共に過ごしたりもしたよ。日本の自衛隊の人たちは、かなりプロフェッショナルだと感じたね。特に、管制式とか管制システムとか非常に優れてると思った。俺も日本に配置された時に海上自衛隊と時々訓練してたんだけど、その時彼らは基本的には俺たちと同じシステムを使ってたんだけど、俺たちの方が少しだけ最先端のものを使ってたんだ。だけど彼らは技術力でその差を補って俺らと同等の成果を出してた。いかがでしたか？当チャンネルの感想ですが、 C 国が軍事力を増強し続ける中、兵器の技術開発の費用の点から言ってもアメリカとの同盟の重要性は一層増すばかりです。とはいえアメリカに頼り切って安心するのは危険でしょう。いざという時アメリカがどれほどの犠牲を払って日本を守ってくれるかはわかりません。自分の身は自分で守るという気概とその力がなければ独立国とは言えないでしょう。そうした点から見ると、専守防衛に特化した現在の防衛力ではどうしても限界があります。攻撃は最大の防御とも言いますが、今後は攻撃兵器の充実を含む大幅な装備の改変が必要でしょう。そのためには憲法9条を金科玉城に用にあがめることはやめて、憲法が日本を守ってくれるといった幻想も捨てるべきですね。日本周辺の軍事的脅威が増す中、もうこれ以上改憲の現実的な議論を先送りすることはできないのではないでしょうか。よかったら皆さんの意見や感想も聞かせてください。それでは最後まで見ていただきありがとうございました。